浮かぶカフェ。浮かぶカフェ。二千二十三年三月十七日。こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズンエイトへようこそ。カフェ店主の幸代です。 浮かぶカフェでは月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーっと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶことも、かなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。ではごゆっくりお過ごしください。 村村こと。村島正彦の。ふらふら街歩き。こんにちは。ええー、村村のふらふら街歩き。えっ、ー、と、またしばらくぶりです。こんにちは。えー、っとですね。えー、今日は、えー。新宿の事務所に来ているんですけれども。 えっとね、もうこの季節の話題といえば桜になってしまうわけですけれども、えー、っと前回にお話しした、えー、近所のです、ね、新宿御苑の、えー、年間パスポートを買ったと言いましたけれども、えー、っとこのところ毎日新宿御苑に行っていますお昼ごろにねお昼を食べてからみたいな。はい、で東京は えー、3月14日ん水曜日かなん水曜日じゃないな火曜日火曜日に、えー、開花桜が開花したそうですはいで新宿御苑もねあのーまあ、桜の種類によってあの早いやつと,、ね、とか品種があるみたいですけれども、えー、といくつかの桜はもう満開みたいなので、えー、今日も とてもたくさんの人で賑わっていました。えー、ソメイヨシノなんかはね、あのもうちょっと後になるんだと思うんですけれども、まあ、いずれにせよ、えー、来週の中頃には、えー、満開になるんじゃないでしょうか。はい、楽しみです。えー、驚いたのはでもあれですよね、あの日本の中で <laughs>、 えね、九州、僕の出身九州ですけどとかよりも東京の方が開花が早いんですね。えー、今見たらね熊あ鹿児島とかでもずいぶん南じゃないですか、えー、鹿児島でもね、えー、東京より1週間ぐらい遅くまだ3月20日の開花予想みたいなので、えー、っと遅いんですね。 東京がなんか暑いのかなまあ都市化しててアスファルトも多いから暑いんですかねうん謎ですはいえー、はいまあそんなとこなんですけどもまああの年度末というのもあってですねなんとなくあの仕事的にもバタ,バタ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 としていたんですけれども えー、まあ今には映画も見に行かなきゃなーという感じでおりましたでまあ,あこの間見たね、えー、普通のロードショーリバイバルロードショーというかちょっと遅れたんですけどあの随分前に見て好きだったあの、えー、映画を見に来ました二十数年ぶりかな30年ぶりかな30年ぶりってことはないかえー、ん でもそうか、うん、あのナンニ・モレッティというイタリア人の映画監督のですね「えー、親愛なる日記」というのを、えー、見てきて、えー、まあ三方魂にまた火がつくような感じでしたけれども確かにこれそうだな、えー、今見ると1993年の映画ですねまさに30年前の映画ですね。 まあ、日本で公開のは多分、えー、それより2年ぐらい遅くなってたと思うんですけどもああやっぱり日本公開は1995年ですねはいえー、とまあ皆さんご覧になったことあるななまあない人が多いかなはいえっ、ー、と息子の部屋とかねまあ最近だと、うん、息子の部屋はカンヌで賞を取ったのかな とかの、まあ今ではもうねおじいちゃんの域に達してますけれども、えー、ラニ・モレッティという監督の、まあ、代表作ですねまあこのあのー、シェアナルニキ、カロ・ディアリオ、あのーねえー、という現代ですけれども、えー、そのモレッティ自身がねまあ 役者ででもあるので、えー、自分自身が出て監督している作品ですけれども、えー、と4つの話に小話に分かれていて、えー、最初はね、えー、夏のバカンスシーズンの、えー、モリティが暮らす、えー、ローマ市内をね、えー、ベスパで巡る、まあ、話から始まるという感じです。まあ、いつもねね、えー、れた街だかからその、ね、殺すよとか、あのーね いいろろその、えー、観光地的なところは全く出てこなくて、えー、なんかこうずぶん前に開発された郊外の住宅地とかねあの古い方のね中級世紀かなの住宅地とかを巡ったりして、えー、最後は、えー、なんだろうあれは、えー、海岸海沿いに出て、えーまあ、そこにね、えーと あれでえー、映画監督で作家であったあのパゾリーニの墓がねあのコンクリートで作られたなんか墓があるんですけどそれがコンクリートだからねなんか朽ち果ててこう鉄筋がむき出しになったようなのが最後に出てきて、えーまあ、パゾリーニへの目、まあ、くばせというか、まあ、そういうのも含んだような、えー、第一話でした。まあね、そこジェニファービールスが出てくるんですよね でモリッティがね今あの、えー「フラッシュダンスみたいに僕は踊りたかったんだ」みたいなことを言ってねなんかすっとんきょうにこう、えー、歌を歌いながら踊ったりしてでなぜか、えー、ベスパで街の中ローマの街を、えー、流してるとですねジェニファー・ビールス本人が出てくるという別に踊りもしないんですけど。 あのなんじゃこりゃっていう感じの、えー、第一話です。あのまあ、その他にもねえっ、ー、と南の方のその、えー、あれはエオリエ諸島っていうんですかねあの、えー、なんだっけカプリ島なんかよりもも,うあのもっと南ねあのもっと南で、えー、シチリア島よりは北側の、えー、島々をまあ巡ったりして。 最後にそのストロンボリ島っていうねあの火山の、活火山の島がありますけども、まあ、そこに登ってねでなんかよく分かんないけどアメリカ人の観光客と、えー、アメリカのね、ソープオペラっていうかあの、メロドラマみたいなのがね「あの、あいつはなあの、誰とかテニスのコーチと、ね、えっと年頃になったのか!」みたいな話をですね えー、そ活火山を登りながら上と下で、えー、やり取りするっていうね何な,なんだそれはっていうような、えーね、これは船に乗って、えー、そいろんな島を徘徊するという相馬で,でしたけどもまあそんな感じ。で最後はなんかこうんだろうなあ足がい、うい<ん>背中が痒い。 なんかあの体がねかゆくてしょうがなくて、えー、お医者さんを巡るというようなお話で、えー、最後に、えー、まあなんか漢方かなんかで回復するのかな、えー、それで、えー、はいあのやっぱり朝起きた後に一杯目に飲む水が美味しいみたいな。 なんかあそんなラストだったねっていうことをえー、っと振り返っていましたはいえー、この解説で、えー、この映画を見に行きたい気持ちになるんでしょうかあならないような気がしますけれどもでも多分ねこれ結構人気がある映画だと思うんですけれどもねはいえー、はいそんなところで えー、これからねみんな桜を楽しみましょうということで、えー、今日はここまで。では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  さて先週白桃ワシボールイーグルというアメリカの大きなワシのこれをライブで見れるライブカメラというのを趣味で見てますっていうふうに言ったんですけれどもそれでえー、っと今年生まれた卵がなんか孵化しないということが分かって卵が置き去りにされたままお父さんお母さんワシは巣を離れて行ってしまったという。 時々帰ってきたりはするんですけどその後、その卵が見た時にはなくなっていた一体その間に何が起こったのでしょうというそれが先週のお話だったんですけれどもその間に何が起こったかという映像を見つけましたじっくり見てしまいましたやはりですね予想通りカラスがやってきまして。 卵を食べたんです <laughs>、えー、しかもですねこのカラスがカップルみたいでしたねあの2羽いましたそして驚いたことに結構巣に長くいるんです、ね、まあワシさんたちはもうちょっと卵を諦めて行ってしまったという感じだったのでそのお留守の巣のところにでもまあやってきてしばらくちょっと様子を伺いましてねすぐにはあの卵に 飛びついいたりはしないんですねやっぱりじーっとこう見てましてねでそれであのわしが帰ってこないなっていうなんかそういうのが分かったんでしょうかこう近づいてきて卵にそしてくちばしでカチンって割ってそれでこれまたあの割った後なんかあのがっついて美味しいって感じで食べるのかなって思ったんですけれども意外にそうでもないんですよね。時間をかかけてなんか 食べたり、なんか他のことしたりっていうのをやってて。で、やっぱり卵の中は、何も起こってないみたいでしたね。なんか液体っていう感じでした。それで、えー、っと、それでずいぶん長い間見ていたんですけれども。えー、っと、卵の殻どうするのかなって思ってたんですよ。で、答えはですね。殻も食べちゃいました。 もうあ跡形もなくっていう感じであのパリパリっていう感じでこう殻の方もいただいておりまして、えー、それで最終的にはもう巣が完全にこの卵の跡形もなく消えてしまったとそういう状況になりました。でこれちょっと残酷だなっていうこともあったんですけれどもせっかく生まれた卵で。 この間までワシさんたちが一生懸命温めてた卵だったんですけれども、まあ孵化しないということが分かって今年は受精しなかったということなんですかね。それであのー、まああのどうなるのかなということだったんですけれども、であの残酷なようなんですけれども、あのこの専門家の方の話によりますと、あの卵がそのまま巣に残っていると、あのワシさんたちはそこに帰ってこなかったりするんですって。 あのそこでもう再び巣作りというか卵を産んだりしないというなので、えー、っとそういうふうにカラスさんたちがやってきて食べてくれたことによって、えー、またもう一回最初に戻るというかだからもしかしたらその巣にまた帰ってきてでもしかするとあのもう一回今年の春のうちに卵が生まれる可能性もありますというそういうお話でした。 でそれを聞いててああなるほどこう自然って何も無駄にならないようにできてるんだなってちょっとこうんか食べられて食べられて食べて食べられてみたいな感じでちょっと残酷なようでもあるんですけれどもそのカラスさんたちの営みがなければまたシさんたちも心新たに次の活動に行けないという。 そんなふうになにってまして。ましでおそらく私たちの営みもそういう感じにもしかしてなっているのかなと思ったりなので何も無駄にはならないし、えー、きっと自然のままに任せていればなんかうまくいくのかなとかそんなふうに思ったりしたのでした。えー、さて来週は実は私私私、えー、新しい作品の荘園っていうのがあるんですけれども。 ちょうどあの初演の日が3月22日なんですねそして2223っていうふうに2日間公演があるんですけれども、えー、この作品の題名が「The Emotions Equinox」っていうんですけれどもこれは「感情、春分」っていうのはあの春に分けると書きまして春分の日の春分なんですけれどもで今年は ちょうど三月二十一日が春分なんですかね。なので公演の日とだいたいそのあたりが重なるということで、あの春分って昼間と夜の時間が同じになるっていうことですかね。なので、えー、なんかこうバランスが崩れてたものがまた均衡が取れてそこからまた新しいものが始まっていくというなんかそういう切り替えの時間みたいな感じになるのかなっていう。 思ってておりまして、えー、このいろいろあった数年間を思いつつそろそろ新しいサイクルに切り替わってもいいんじゃないかなというそんな期待も込めましてそれを観客の皆さんと一緒にちょっとお祭りみたいな感じで、まあ、変わった作品なんですけれども、えー、なんか楽しみながらその、えー、宇宙の切り替わりですかねそれを感じて られるようなそういういいい演にななるといいなと思っておりますえ実はあのヤンの歌声喫茶でいつもお世話になっている長谷川徹さんにもちょっとサントラの方で太鼓の音で、えー、と協力をいただいたりしておりまして、えー、まだ実はギリギリまで私大体作るので、えー、これからまたあの作業に戻ってサントラなんかをきれいにちょっと作ってみたいと思っています。えー、そんなことを やってましてでもそろそろ春かなでもまだ寒いんですよねなんていうそんな夜です。「桐岳紋富こと富山のぷかぷか温泉独り言」。 えー、皆さんお元気でお過ごしでしょうか本日もプカプカ温泉にご入湯いただきまして誠にありがとうございます。今は大阪の自宅にてプカプカを録音しております、えー。本日は快晴の空でございますが夜になるとちょっと曇ってきて雨も降りそうな大阪であります。えー、巡業もですね 前半が終わりまして、えー、昨日と今日ちょっとですね休みで明日から、えー、京都の方で2日間続けて公演がありますそしてまたえー、っと三重の津に行って最後富、えー、富士士沢に行きますはいえー、ね とてもあのあ巡業にしたらとても回数の少ない今回巡業だったんですけどねっ詐欺娘というね大役をいただいたのでなんとかね最後までえー、めたいと思います。はいで今日はですね、えー、巡業の最中に起こった私のちょっとこうね出来事をお話ししたいと思います。えー、3月の10日にですね、えー 東京公演の府中の東京公演のためにですね新幹線に乗って移動するんですけど前日乗り込みでしたでその日はですね、えー、割と早くの新幹線に乗ったんですよで、えー、大阪駅着いてですねちゃんと試験も取っておりました3人席のね窓側の席なんですけどね最近気に入ってその席を取るんですけどはいですごくね並んでたんですよね でまあ、あの外国の方も結構ね今増えてますからたくさんい,い,い,いたんですよねで、えー、でなんかこうねたくさん荷物も皆さん抱えておられまして、ね、なかなかこうねあの新幹線があの到着しても乗ることができなかったんです。でまあやっと乗れて、えーとまあ、僕はまあ真ん中ぐらいの席を取ってたんですけどそしたらですね僕の席にあのアジア系の 外国の方がすでに座っておられるんですよしかもご家族でですねあの血のみ子が一人ね。あとね2歳ぐらいの女の子だと思いますねはいあの奥さんが女の子がね抱えてですね僕の席に鎮立しているんですよでまあ隣に旦那さんがいてですねでまあ目と目があったんですよでアイコンタクトでそこは僕の席だって言っ,て言ったらうなずいてとんにたちも分かってたみたいでですねでまあ あの僕はその席に座ったんで,すよで、まあ、あのまあ旦那さんが気を遣ってですね、えー、と僕の隣に座って端の席に、まあ、奥さんが座ったんですけどねでものすごい大きな荷物でですねう、まあ、ちろんあの子供の用の,このカ,カートっていうんですかあの奥様カートみたいなのもあってそれをまあ上に上げてですねでものすごいでっかい荷物のスーツケースをですね、まあ、あの あるんですけどそれはちょっとあのさすがに上に置けないので奥さんが自分の座席の前にこう置いてですねあのちなみを抱えてで旦那は僕の隣なんですけどね2歳の女の子をね抱えてるわけですよ。はい。ねこの状況をちょっと想像してみてください。はあねどうなるんだろうとか思いながらねはい。そしたらですねその ご家族があのね。いきなりカさカサしだしたんですよ。あの何をしだしたか？って言うとあの昼飯ですけどね。よく見大阪で見る。あの551の。肉まんを取り出して。食べ始めたんです。はい。皆さんもご存知だと思います。あの豚まんすごく臭うんですよね。はいで。 シュウマイもね食べ始めてですね子供が僕の顔を見ながら食べるんですよねで僕はあの巻き寿司をね買ってきたんですけどなんかもうあのちょっとこう一緒に食べる気がしなくてね彼らが食べるのを待ってね食べようと思ったんですけどねでそんなこんなでですね、えー、京都駅に着きましたはいそしたらですね今度は、えー、ヨーロッパ系のねすっごいなんかの あの男の人1 9 0センチぐらいあるんじゃないですかね人がこう入ってきてですねまあ奥さんもでまたちなみ号ねちなみ号は一人と子供が二人かな乗ってきましたそしてその家族が私の後ろの座席に座ったんですはいね旦那はね一番窓際の好きだから僕の後ろですよはいで多分ね旦那さんがその その女の子もね女の子だと思いましょう多分ね2歳か3歳ぐらいの女の子も膝の上に抱えてですね奥さんは隣に座ったと思うんですけどねそしたらねまあ英語で会話してるんですけどね結構大きな声で喋ってるんですほんでですねまあ子供ですからね座席を蹴るんですはい <laughs> 隣では551そして後ろでは座席を蹴られねはい 私はどううししましょうみでですねまああのそこで隣ので、ね、男の人がちょっとちょっとあの話しかけてきてまあどこで降りるんだっていうから「あ私は東京で降りるよ」って言ったらん「それが最後の駅なのか」って「いやそうだよ」って言ったらあのまあ安心したのかどうか分かりませんけどその後まあともかね、まあ、話をさせて終わりましたけど彼らはね品川で降りてきました。はい そんな授業の始まりでございました。でですねそんな時はね悪いことが続くんですよ。あの僕ねあのすごい歯ぎしりが結構あってそのためにねあのナイトピースっていうんですかねあのあの寝る時にはめるやつがあるんですけどねそれをまあねあのこう、まあ、してるんですよ。でその日もねそれをこう、まあ、あの東京のアパートについてですね こうまあ、あの殺虫とかこうかつけてたんですよこう殺菌するんですか。でそれをこうまあやってた時にですねちょっとふっとねあの手が滑ったんですそしたらトイレの便器の中に炊いたビーズが落ちてしまって「イエーイ! <laughs>」 もうしょうがないのでまあもちろんそうねあのそれ1つしか持ってませんからあのもう一回水洗いしてあの殺菌のやつで,ですねつけてですねあのしょうがないですよそれ、うん、1時間ぐらいつけてやりましたはいへえまあね,ーもうね他にもね失敗もあるんですけどそれはねえっとねあのー、アンティークとちょっと 机をやっとね、あのー、買ったんですよね買ったってことメルカリで落としたんですよちょっと欲しかったの、ね、でで今まで20年以上使ってた丸いテーブルがあってそれもまあ気に入ってはいたんですけどあの足がね入らないんですよねこう引っかかってねそういう構造のテーブルだったので、まあ、いつかアンティークのね、あのー、テーブルが、ね、出たら欲しいなと思ったのがちょうどねサイズぴったりのやつが来たのでそれを処分することにしたんですけどで 粗、まあ、大ごみになるので電話をしてですねそしたら何件っていうのク,ク,クーポン券とは言わないけどその処理するためにお金がかかるんですよねでそれをまあ僕,僕は貼ってあの出してたらですねその日のね朝ドド,ドーンと扉を叩かれるんですよねごみを出してきてでれをどうしたんだろうと思って出て行っ,ったらね、まあ、あのおっちゃん二人がですねこれは回収できないって,ってえどうして?」 これは杉並の粗大ごみの紙が貼ってあるからあのここは武蔵野市だって言うんですよ。えっとか言って、ね、あの僕が粗大ごみを処理するための買ったのが、まあ、近くのローソンなんですけどそこは杉並なんですよ。でもう一個ミニストップっていうコンビニがあるんですけどそこはね武蔵野市なんですよ。であの電話した時に「ローソンかミニストップありますよね?」って言われて。 から買ったんですけどだから結局ねその「武蔵野市のクーポン」って言って買わなくちゃいけな買ったらしいんですわ。でそれを係の人が言い忘れたのか僕が聞き逃したのかはちょっと定かではないんですけど結局私倍のえっ、ー、とまたそのクーポンがクーポンっていうのかなか1クーポンと言わないよなでも1400円かけるに2800円かけて結局。 それを持って行ってもらうことになってしまいました。あーなんか出費ですね。はい、そんな失敗なんです。本当はねちょっとね今日はえっ、ー、と地方公演のね高崎の思い出をお話ししようと思ったんですが10分超えしてしまったので今回はこの話で終わりたいと。 思います。じゃ、あ皆様、引き続きお元気でお過ごしくださいませ。んんの歌のえ、皆様、おはようございます。こんにちは。こんばんは。長谷川徹でございます。やんでございます。えー これが3月17日の配信ということですっかり春じゃないですか皆さん。えっ、ー、とーでもまあ「三寒四温」とはよく言ったもんでねあったかいなーと思ったらこう「夜寒いな」みたいなね夜もあったかいなーと思ったらなんか雨降っちゃったら「ああ朝も寒いな」みたいなねこんな話をずっと続けてはや今日で96回目です。 96回ずいぶんやりましたねあのー、こんなにやるとは思ってませんでしたまあどうやって終わるのかなということも全くイメージしてなかったですけどなんかいよいよ100回行こうっていう感じですよどうです ?1 回から聞いてる人いますいらっしゃいますあ本当ですかああ本当ですかいやあ危篤な方ですね1回から聞いてる方あのー。 というわけで今日なんかねあの今これ3月の16日に撮ってますけども、あのー、今日ちょっとあったかかったんでね久しぶりにこう公園をね散歩したりしてみたわけですよ。あほ、のーまあ、本当に静かな公園でですねあのー、ち,ょち,ょろちょっとこうお子さんとかがあの遊んだりとか。あのー 諸先輩方がこう散歩などをねされてるような公園だったんですけどもあのー、その公園をこう挟むようにしてねこう桜の木が植わってるようなんですよどうやらどうやらというのは、まあ、つまりあのー、完全な満開ではなくまだまだ木が木だ木という感じですねあの木の枝でございますという感じなんですけどもなんだけど こうよくよくこう先端を見てみると枝のこう新芽がですねもう今か今かとこう爆発しそうなプっクプクのこうですね新芽わかりますよねあの産毛とか生えちゃってんじゃないのみたいなあの感じだったわけですよ今か今かとこう爆発させようっていうねあの感じの新芽が並んでましてですねあの 以前私あのカンパニーのコーヤマダウンというグループでですね「春の祭典」という作品をやったことがあるんですけどもあれはそのストラビンスキーというあのロシアの、ね、作曲家があー作ったバレエの作品踊りの作品踊りのための音楽なんですけど。あのー 冬が厳しいロシアでは春を迎えるっていうことは本当に特別なことで本当に命を懸けて生き残ってきた冬命を落とさないと生き残れない冬を乗り越えてようやく乗り越えた春を迎えるっていうことは私たちが持ってる以上のことなんだと。ね、でその踊り踊る時にその新芽がこうぐッと。 ブーガーッとこう膨らんで爆発する花になるみたいなことを,をイメージするみたいな話をン、うん、さんがしていたとかしていなかったとかまあそんなような記憶がございますであの春っていうのは同時にあの毒を出す季節だとよくねあの山菜とか取れるじゃないですか春先にあれも基本的には苦いじゃないですかなんかああいうのってやっぱり冬の間にたまった毒素が 苦みとしてこう表に出てきてるみたいなことだっていう話を聞いてですねなんかこうさっきの春の爆発春のこのうわっとしたエネルギーっていうものにその山菜は苦いっていうこととその春は毒素を出すっていうことがこう私の中では結構つながって「なるほど春」と「なるほどね春と」と思った。 記憶がありまして何かそうそういったものを感じさせるまさにこう今にもフェスティバルが起きそうな新名でございました。でちょこちょこっとねところどころ実はやっぱ待ちきれず暴発爆発してるお花が咲いているところもあったりしまして何かこう春春じゃないということを久しぶりに感じたそんな日でございました。というわけで本日はですねちょっと久しぶりにインストを インストゥルメンタルでギターでちょっと桜っぽいい感じを弾いてみましたちょっとやっぱりね、あのー、ギタリストじゃないもんで、あのー、すごい下手くそっていうかちょっと雑な感じも出ちゃってるんですけども、まあ、その辺はご愛嬌と春のご愛嬌ということでちょっと春っぽさを少しでも感じていただければ毒っぽさをね、あのー、いいかなと思いますの、ね、でぜひお聴きください春桜新芽です thank mm -hmm. you はいいいありがとうございました、えー、桜っぽいですかどうですかどうでしょう皆さんは何を思いましたかこれあれですよね先にこうなんかエピソード話してから曲を流すとどうしてもやっぱそういうイメージになっちゃいますよねまあ、分かりやすいとは言えば分かりやすいんですけどそうじゃなくて曲だけ聞いてもらってどういう風に思いましたかとかでもまあいいのかもしれないですけどね。まあ、次回なんていうか 会によっていろいろやってみたいと思ってますしそのためには皆さんのリクエストが必要ですよいいですかあのー、もう100回になっちゃいますよ100回記念のリクエストを頼めるのはあなたかもしれませんよあなただけかもしれませんよろしくお願いいたしますというわけでえー、一つ告知させてください、えー、我々私が所属しておりますダンスカンパニー「こヤマダ運河」でですね昨年、あのー、新作として、えー、舞台で公、えー、演させていただきました「えー、インシー えー、ミニマルミュージックの創始者テリー・ライリーの代表作「インシーに、えー、ダンスを「インシーにじゃないね「i n をダンス化した、えー、作品、えー、令和4年度文化庁芸術祭舞踊部門関東参加の部優秀賞作品でございますこちらなんと配信が決定いたしました、あのー、舞台の映像をですね配信でご覧いただくことができます えー、配信期間はですね3月19日日曜日の13時から、えー、25日の23時59分までとなっておりますあのー、ですねぜひ舞台を見逃してしまったとかもう一度見たいぞという方ぜひぜひあのこの配信であしかもですねその見た方も。 その映像だとどういう風に見れるのかっていうのはまた違いますからねあのそれをぜひ楽しんでいただければと思います本当に短い期間ですので1週間だけなのであのぜひ配信でもインシご覧いただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。はい、それででではままたたたた次回お会いいたししししょう長谷川 ヤンの歌声喫茶へのリクエストは「e メールアドレス」「かぶ ukabucafe gmail.com」または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えてヤンさんに歌ってほしい言葉や文その他さまざまなお題をお送りください。そして番組へのご感想やリクエストご常連の皆様へのファンメッセージもラジオネームを添えてぜひお送りください。それでは浮かぶカフェ また次回のご来店をお待ちしております。